進行第四、第三、第二、第一特定。中央は、旧国立キート検査所と神戸税関進行は、兵庫県神戸市中央区にある神戸港を構成する地区の名称である。幕末には、かつ改修の権限で、神戸海軍総連署が設置されていた。その沖合に、明治時代末から大正時代にかけて建設された第一特定第四特定は、 歴史的建造物が点在する、特定田元のエリアとともに、古い港町の雰囲気を残す。第四特定は、日本最大の客船用ターミナルとして知られ、また、第一特定第四特定は日本で初めて、計算工法で建造された不当としても知られる。新港特定は、中特定の東隣に位置する西端の第一特定から、 神戸大橋のかかる第四特定と新興東不頭で構成されている。西岸からメリケンパークとハーバーランドを至近距離から一望でき、東岸からは神戸大橋とポートアイランドを望むことができる。日本岸や海王丸などの練習帆船は等特定に停泊する。2012年11月に旧遊地となっていた新第一を有効活用するため、 神戸市が事業者を公募し、ラスイートが選定された。2014年2月には、ラスイート神戸振興第一特定プロジェクトが、着工を迎え2015年12月17日に、宿泊施設、神戸港温泉、連、コンベンション施設、ラスイート神戸オーシャンズガーデンが、グランドオープンした。4棟の上屋があり、そのうち、QH 上屋は建て替えられ、H1 上屋となっており、 g ーワヤ、アイワヤに関しては、解体済みである。今後、進行、第2特定の再開発で、H1 和ヤ、J 和ヤ、そして、特定中央部にある労働者休憩所が、解体予定である。神戸三並谷フェリーターミナル。東岸から進行第4特定神戸大橋、ポートアイランドを一望できる夜景の名所。 ジャンボフェリーが運行するフェリーが発着する。1999年にジャンボフェリーが東神戸フェリーセンターから移転し、新興フェリーターミナルとして開業。2014年9月の改築で神戸三宮フェリーターミナルに改名され、10月には宮崎カーフェリーが大阪南港から移転して就航。宮崎県へのフェリー航路は宮崎カーフェリーの前身となる。 マリンエキスプレスが1998年に東神戸フェリーセンター日向航路を休止して、以来16年ぶりの最終航となる。定期航路管内施設神戸ポートターミナル。水深12メートルから10メートルの6つのバースを有する日本最大の客船用ターミナル。シックが設置されており、外国のクルーズ客船や日中定期国際フェリーが発着する。 1921年に東突堤に建設された信号所は1992年に高浜岸壁南端に移設されて現在はハーバーランドのシンボルとなっている新港第三突堤館の一部は2019年度より埋め立て工事に入っており最終的には約1.6万平方メートルが埋め立てられポートターミナルに停泊するクルーズ船の乗降客用のバスや 三宮フェリーターミナルを発着するフェリー等の貨物車の待機場として整備される予定となっている。総面積約96ヘクタール。最新の旗は、兵庫県神戸市中央区振興町、小野浜町あたり地区から中途低、メリケンパーク、神戸ハーバーランドの区間で都市作動が構想されている。ありがとうございます。